行き止まりだ。今度こそ逃げられないぞ。お前は？僕は君だよ。君は自分の影と戦っていたのさ、高山ガム。どこだ？どこにいる？怯えている。君も弱い人間だな。この世界は滅びる。防ぐことなどできはしない。僕は防ぐ。そのためにガイアの光を手にしたんだ。光なり表せるな。うわあっ、エスプレンダーが。この世界は絶対に滅んだりしない。ツトムの方こそひどいんじゃないの？ああ、もう今度頑張るから見して、お願い。これ録画でしょ。さっきから何度同じのを見たら気が済むの。ああ、おかしいおかしいおかしい。いい加減にしなさい。ねえ、そろそろ卒業したらどうなの？ん？ウルトラマンばっかり夢中になって、もう勉強とかスポーツとか他に大切なものがいっぱいあるでしょ。はい、ガイアの光を手にしたんだ。ガイアの光、ガムかっこいい。ああいうとこで光に表せるだろう。わあはなっ。変わらない。君は誰？すっごくリアルな夢みたいだ。また怪獣とバトルしたの？違うんだ。ビューって赤い玉が飛んできて、でね、あちこち街がガンガン燃えてさ。ほら、やっぱ怪獣の夢だ。違うんだ、その火の中にね。ストームは幸せだ。いつまでもウルトラマンとか喜んでられて。うちのお母さんみたいなこと言わないで。ティガもダイナも最高なんだって。今はガイアで主役のガムがかっこよくてさ。見てる時間なし。読みたい本いっぱいあるから。ユウだって見れば絶対ハマると思う。そうか。はい、静かに。静かにと言ったら静かにする。知ってた？今日転校生が来るんだって。本当？うん、女の子でめちゃ可愛いんだって。本当に？うん。はい、もう知ってる人も多いと思いますが、今日からこのクラスに新しいお友達が入ることになりました。七瀬りさです。早くみんなと仲良くなりたいです。つとむくん、上手ね。ん？上手だけど嫌い。ウルトラマン嫌いなの。街が壊れてるわ。私、暴力って嫌いだもん。でもなんで僕の名前？みんなと一緒に遊ばないの？僕スポーツ苦手だし、みんなと趣味合わないから。私もみんなで遊ぶのって苦手。さっきはああ言ったけど、本当は友達作りたくないんだ。どうして？どうせすぐまた違うところに行くことになるから。あのさ、昨日変な夢見たんだ。夢？それやちむってやつかな。私とつとむくんはこうして出会う運命だったなんてね。僕はこんな話バカにされるかなって。私いろんな町に行ったから空想力豊かなのよ。いろんな町？ガリバーみたいだね。ガリバー？小人の国とか巨人の国とか、次々と不思議な世界を旅する童話だけど面白そう。それハッピーエンド？よかったら僕の本貸そうか。いいの？つかむ、お前も一緒にバスケやるか？少しだけやってみようかな。君、いつまでもこんな絵を描いてちゃいかんいかん。君さ、なんでウルトラマン好きなんだ？だって強いから。へえ、強いから。このボール俺たちに貸せよ。いいだろ？いい子だ。そろそろウルトラとか卒業せいや。卒業せいよ。嫌われたよな。僕もガムみたいに勇気があれば。大事にしてたのになんで落ちてんだ。なんだ。夢で見たのと同じだ。望みが叶う。何でも願えばいい。誰かいるの。願えばすべて現実になる。何のこと。願えば現実になるってどういうこと。また赤い玉。今度は本物。指じゃない。あの玉が喋ったわけしたのに。願えば何でも現実になるって。前は馬が喋ったよね。馬、あれは夢だよ。ストームは空飛ぶ島も探検したし、ネズミ軍団とも戦った。で、巨大な猿に誘拐されかけた時、ウルトラマンが。だから今度は夢じゃないって。確かに声がしたんだよ。嘘だね。嘘じゃない。で、何の話。こっち。きれいね。あー、ダメ。ドクンってなるから。何それ。生きてるみたいに言わないでよ。生きてるのかも。玉は喋らないし、生きてもいない。だよね。やっぱ帰ろ。試してみたら。え、本当なら素敵じゃない。何でも願いが叶うなんて。何でもすぐ諦めるのよくないよ。分かった、やってみる。なんか聞こえた？別に。とにかく願ってみたら。つとむくんが一番現実にしてみたいこと。一番現実にしてみたいこと。もし何でも願いが叶うなら、僕は本物のガムに会いたい。何なんだよ。分かんないよ。触るぞ。どうすんだよ。待てよ。うわあ、何これ。すげえ。うわ、本当に何これ。操縦してんのは本物のガムなんだ。どうして僕はここに？波浦海域を調査してて、それから。あれ見て。ライダーだ。ほらあっち。あれテレビに出てくる戦闘機だって。ファイター EX ガムの専用機さ。ガム？ウルトラマンガイアに変身するシグの隊員だよ。ウルトラマン？僕が呼んだんだ。呼んだってどうやって？この玉の力さ。この玉に願えば何だって現実になる。だからガムが来たんだ。僕がガムを。君、嘘言っちゃいかんよ。いかん。本部、アッコ女子、応答してくれ。本当だよ。僕がこの玉に願ったの。ファイターは。それ、ちょっと貸してもらえるかな。あ、返した。はっ、ただのガラス玉だろ。魔法の玉なんかあるはずない。だって、本当にファイターが飛んでるじゃないか。だからって君が呼んだことになるのか。もし本当なら、僕は会場を出すぞ。出してお前みたいなニクラ会場だが。ぺちゃんこに踏みつぶさせてやる。なんだこれ。あれは巨大魚獣サタンビソ、身長67メートル、体重5万トン。七瀬さん、早く逃げる。早く。EX、どこか広い場所に着陸するんだ。わかりました、ガム。ガイアー！あの怪獣サタンビゾ、そのサタンなんとかはヒロシ君が呼び出したんだよね。サタンビゾの必殺武器や1000度の破壊光弾、そして鋼鉄でも貫く鋭利な爪だ。ひろし君のサタンなんとかやられた。もう一息だったのに。なぜこんなに早くエネルギーが。はあ、今開ける。危ないから叩かないで。降りるよ。ごめんなさい。嘘だろ。何なんだこの町は。どうしてみんな僕がガイアだって知ってるんだ。助かった。ギリギリまで頑張って、ギリギリまで頑張って。これは坊主、万引きしちゃダメだぞ。ガイアー！ここは僕のいた世界じゃない。やっぱりガムだ。騒がないで、バレるとまずいんだ。どうやらここは僕のいるべき場所じゃないらしい。そんなことない。だって僕は呼んだからガムはここにいるんだ。君が僕を呼んだ？願いを叶える球体、その力で僕は次元を超えこの世界に迷い込んだ。きっと願いが通じたんだ。つとむくん、その玉を僕に調べさせてくれないか。どうして？どうしてってガムは自分の世界に帰りたいの。だから玉を調べるの。玉は僕だけじゃなく怪獣だって呼び出したんだ。分かった。でも絶対勝手に帰らないでよ。約束する。なんか玉大きくなったような気。もう湯持って。はい、せーの。形、さっきと違うね。なぜ？あの玉は僕たちのものだ。絶対に取り戻す。でもヒロシ君、今度は何を出すつもりなのさ。決まってるだろ。もっと強い怪獣を出すんだ。 EX 発進します。何を。 そのまま微速前進。ホバリングから旋回だ。ガン大丈夫？任せてください。そのまま前進します。 うわっ、すごすぎる。言ったろ。だからガンはかっこいいんだ。 よし、完璧。あとはパルが自動的にデータを読み取ってくれる。何がわかるんですか？うまくいけばこの玉の記憶とか。記憶？うん。ごめん。この本もしかして私に？すぐ渡そうと思ったんだけど、ほらいろいろあったし。お、ガリバーか。僕も小さい頃によく読んだな。本当に？不思議な世界をいくつも旅するガリバーが羨ましくて、何度も本を読み返しては自分もその世界に思いを馳せてた。 僕が量子物理学に興味を持ったのもこの物語の影響かもしれない。量子物理には多世界解釈って考えがあって。多世界解釈？自分とは違う自分がいる世界がいくつも同時に存在するって考えさ。 SF のパラレルワールドみたいですね。おお、よく知ってるね。この本は社会風刺に基づくフィクションだけど、 別の見方をすればガリバーはパラレルワールドを行き来した時空旅行者とも思える。今のガムみたいだ。言われてみれば確かに。一つお願いしていい？この本にサインして。僕がガリバーになった記念に。うん。第1班第2班は配置につけ、急げ。 国際不明の戦闘機の搭乗者、そこに隠れていることは分かっている。抵抗はやめてお楽しく出てきなさい。どうしようガム、見つかっちゃったよ。データ取った。問題が大きくならないうちにみんなにも説明しよう。逃げようよ、誰も信じるはずないよ。きっと信じてもらう。ガム、どこの世界でも最後に人は分かり合える。 本当にそう思う？ダメでも当たって砕けろさ。ごめん。 どうしたんだ、急に意識が。EX も消えた。ガムと一緒に玉の効力がなくなったのかも。だったら玉の力で。そういえば赤い玉。大変。おっ、おっ、バミューダ海域。応答せよファイター EX。 ねえ、聞こえてる？こちら EX。 ガム、2時間も連絡取らずに一体どこに行ってたの？多分海の中。冗談でしょ。竜宮城にでも行ってたわけ？あっこメルヘンチックだよ。墜落した時の記憶が全くないのか。気がついたらもう海中に沈んでいて。しかしサメの餌にならなくて幸運だったな。カメです。いやでも焦りましたよ。こんな目の前に顔が。どうした？いえ、急に何か思い出した気がして。ガム、僕と約束したのに勝手に帰らないって。落ち込んでても仕方ない。早く探そう。探して。3人を見つけてあの玉返してもらうの。無理だよ、あいつらすごく乱暴だし返すわけないよ。ガムが言ってた、人は分かり合えるって。ガムは特別だよ、強いんだ、ウルトラマンなんだよ。やっぱり同じなんだね。玉の力を初めに使ったのは私たちなんだよ。また大切なものがたくさん壊れるわ。なぜそれを止めようとしないのよ。新星つとむ。そんなことない。だって僕は呼んだからガムはここにいるんだ。やめて、ガムを連れてかないで。これは僕は本当に時空を超えたんだ。この玉の記憶。ここは君の意識の世界か。私は人が生み出した究極のマシン。人間に作られた。こことは別次元の人間だ。心に思い描いたことを全て現実にする。そのために私は作られた。物質文明の最終到達点だが、私は作られるべきではなかった。なぜ？人の欲望に終わりはないから。人は私にさまざまな願いをし、最後は自らの欲望により滅ぶ。全てを滅亡させる。それじゃあツトム君たちのいる世界も滅ぶというのか。めぼしい場所もう全部探したけど、公園にゲージ、とにかく探しまくろう。もう疲れたよ、もう少し休もう。ねえねえ、いたよ、3人が小学校入るの。マサト君たちが見かけだって。あっこ。私は人の欲望を吸収しエネルギーを増す。僕が消えたのはまだ十分なエネルギーが玉自体になかったから。すでにその段階は終わった。また一つの世界が滅びる。私はただ見ているしかない。いつ果てるともない時空の旅を私は続ける。こちらも今一つ迫力に欠けるな。ま、俺のを見ろよ。すげえ。当然将来は日本一のモデラーだぜ。でもお前たちの作品コンセプトも取り入れてやるよ。これから呼び出す怪獣をより最強にするためにね。あの窓図工室だよね。ああ、七瀬さんはここで待ってて。大丈夫？全然大丈夫じゃないと思うけど、当たって砕けろさ。かっこつけすぎだよ。今はこれにかけるしかない。ちょっとどういうつもりなの？ガム、ちょっとガム。何を騒いでるんだ？ガムがアドベンチャーに乗り換えました。アドベンチャー？まだ実験段階の時空移動メカニカ。いえ、すでに実用段階です。今からその最終指導テストを行います。たとえ開発者でも勝手な行動を許すわけにはいかん。分かっています。ではなぜそこにいる？すぐに降りなさい。いいえ、降りません。ガム、自分が何をしてるか。そこまで急ぐ理由は何だ？ある世界が滅びようとしています。何？今はうまく説明できません。でも信じてください。僕はその世界を救いたい。いや、救わなきゃならないんです。そのためにはこれしか方法がない。これを使うしか。信じてください。実験ブロック内のスタッフを全て所定の位置へ。そんな危険すぎます。それはガム自身が誰よりも分かっていることだ。なんだ？奴の言葉を信じるしかあるまい。アドベンチャーはこれより最終指導テストに入る。了解。ありがとうございます。アドベンチャー号ガリバーを乗せ海を渡った帆船。僕をまたあの世界に連れてってくれ。誰？やべえ。君たちか。ちょうどよかった。これからとっても面白い遊びを始めるところだったんだ。ここならよく見えそうだ。見えるって何が？僕たちの最強怪人キング・オブ・モースがガイアを倒す決定的瞬間に決まってるだろう。君たちなんか変だ。君には聞こえないんだ。この玉の声が。声？ほら今も聞こえた。この世界を滅ぼせって言ってる。そんな声聞こえない。聞こえないよ。無理するな。お前も強くてかっこいい怪獣が好きなんだろ。街を破壊し大暴れする怪獣たちが大好き。でもそんなこと言ったら笑われるもんな。いい年して怪獣なんて幼稚な、ダサい、くだらない。くだらなくて悪かったな。今こそ見せてやる。怪獣の本当の凄さを、その恐ろしさを全て壊してやる。こんな世界全てぶち壊すんだ。暴れろ、俺の最強怪獣キングオブモース。もう好き勝手に塗りつぶせ。キングオブマウス。ガムが負けるもんか。無敵だ。ダイヤなんて目じゃない。ダイヤ。僕たち今まで君なんで上に乗ってんだ。あの怪獣街が僕たちの街が壊れちゃうよ。弾のせいだよ。弾？君たちはその悪い力に支配されていたんだ。違うよ。この玉は鏡みたいなものなんだ。人の心を映す鏡。僕にもこの玉の声が聞こえたよ。でも本当はそれは僕ら自身の声だったのさ。ユウ、早く願って怪獣が消えるように願うんだ。嫌だ。え？僕もこの世界は好きじゃないもん。自由じゃないもん。全部壊れたらいいんだ。そして僕がこの玉にお願いしてもっと自由で楽しい世界を作ってもらうよ。ダメだよユウ。そんなことを願ったらダメだ。その玉を離して通じないんだ。もう実体化したものを消せはしない。え？手遅れだ。すべて終わる。そんなわり。怖かったけど、本当は怖かったけど、かっこよかったよ。どうする？玉の力でまた新しい町を作る？もっと素晴らしい願いだって叶えられるよ。これ以上この玉の力に頼ったら僕たちいつかこの世界を滅ぼすよ。こんな玉あっちゃいけないんだ。務め、僕は願うよ。この玉が永遠に消えてなくなるように。君だったのか。数えきれない世界の破滅を見てきた。でもその旅もやっと終われるかもしれない。七瀬さん、彼女と赤い玉は一つのものなんだ。玉はインターフェースの役割を。分かんないよ、そんなん分かんないよ。彼女は僕たちの友達だよ、ずーっと。つとむくん、さっきのお願いしてくれるよね。でも玉が消えたら君も消えちゃうんだろ？もう勉は自分自身で決められるはずだ。ガム。君は未来を守ったんだよ。うわっ、これのおかげでまた会うことができたんだ。さようなら、ツトム。さようなら、ガム。お母さん、何？ウルトラマン好きだけど、お母さんも大好きだよ。何言ってるのよ。忘れ物ないわね。行ってきます。行ってらっしゃい。かに、静かにと言ったら静かにする。はい、このクラスに今日から新しいお友達が入ることになりました。七瀬りさです。よろしくお願いします。僕が守った未来。この世界は滅んだりしない。絶対に。ガム。